こんにちは、気になる男シリーズでございます。今回はね、185話になりまして、残りもだいぶ少なくなってきたんで、この辺りからね、問い合わせとかそれから発注っていうのがバンバン上がってくれば、ここまでずっとコツコツと動画を作ってきたそのクライマックスに、リーチできたかなってことですね。リーチってのは何かっていうと、動画を見る方って、ね、何かに悩んでいて何かを求めてるんですよ。その求めてるものにお金を払う価値があるかどうかってことをだん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 固まっていくんですよね。それが一つの目安として200話っていうふうに言い続けてきたのがその一つの基準になります。この200話っていうのは私とタカさんの間だけで言ってるわけではなくて、この動画見てる方も200話を意識して、あ、じゃあ190話あたりから何がしかのセールスが来るんじゃないかなと。そのセールスは自分の運命をどう変えてくれるんだろうか、自分の一番困ったところを取り除いてくれるかどうかっていうふうなことを期待してるんですよね。ということで今回はね、いろいろとキーワードをいただいたんで3点にまとめてお話ししたいと思います。こちらですね。まずはね、コツコツと動画を積み重ねていくことによって他人との差をつけるということだったんですけども、一体その他人っていうのは誰を想定してるのかなってことなんですよ。他人っていう漠然とした存在があるわけではなくて、その他人にも名前があり、人生があり、目標の売り上げがあって商品があるわけですよ。じゃあ誰を想定してその人よりも優れたものを作ろうとしてるのか、優れたものを届けようとしてるのかっていうところが明確になるようなね、動画が上がってくると、これは視聴者さんの心をつかむことになると思います。ちょっと今のところ他人に差をつけるとかねいう言葉はあるんですけども、一体誰のことを指してるのかなってことが分かりにくいわけなんですよね。視聴者さんはいろんな動画を見る中で、たまたま私たちの動画気になる男シリーズを見てくれるんですけども、いまいちお金を払うアクションに行かない、問い合わせるアクションに行かないってことは、他の動画の方にお問い合わせをしている可能性が高いんですよね。なぜなら、この一つのテーマで悩んでる視聴者さんがいるとして、こっちの人とこっちの人とこっちの人、一番最適解を持ってる人は誰かなって今天秤にかけてる状態なんですよ、ね、そして誰か一人を選んでその人についていこうとしてるわけなんですよ。だから私たちから想定できる誰かに勝たなくてはいけないんですけども、その想定が誰になってるのか、具体的な名前は分からなくても、こんなイメージの人も多分同時に私たちのライバルとして存在してるんじゃなかろうかっていうものを考えながら動画を作っていくことになります。そういう人よりも私たちのサービスの方が素晴らしいですよ、もしくはこういった特徴を持ってる人を選んでますか、その特徴を持ってる人は私なんですよ、他の人は持ってませんよっていうふうな畳み掛け方になっているかなってことなんですよね。はい、2点目です。選ばれるためにね、選ばれるためにライバルは誰か、これまたね同じテーマのように見えますけども、ちょっと違うんですよ。視聴者さんがいるとして、再生数が私たちの動画の中で決まってきますよね。少なくともこの気になる男シリーズの中の登場人物はタカさんと私なんですよ。私は商品を出していません。タカさんは商品を出しています。でももしかしたらね、もしかしたらタカさんのセールスが終わった後、久保さんがセールス同じようなテーマでしてくるんじゃないのっていうふうに期待されてるとしたら、もしかしたらもうちょっと様子を見てみようかなっていうふうにタカさんに対して考えるかもしれないんですよ。その時にまずは私が打ち出せないサービスをタカさんが打ち出してるかどうかってところが視聴者さんの気になるところなんですよね。例えば再生数がどうなのか、チャンネル登録がどのくらいなのか、そしてむちゃくちゃ動画を作んないといけないというふうなことはお互いのこのやり取りで分かるんだけども、じゃあ一体ねどのくらいの量を作れば目安として自分はいけるんだろうかってところが見えてこないんで怖いんですよね。100本作ってもまだ足んないですよ。1000本作ってもまだまだ結果が出るまでいかないと。1万本作っても、まあそのぐらいでね動画作ったって言わないでくださいよって限りなく要求されることが怖いわけなんですよ、まあ、ですんでここに動画の単純な本数じゃなくても、どのぐらいのものを出せばいいのかなとか、実際にどういうアクションで何が起きるのかなってことをいろんなケースで見せていかないといけないんですよ。その一つ、タカさんの体験プログラムに入って頑張った方が1ヶ月で1000人のチャンネル登録を達成したっていう例が一つありましたよね。でも、あ、自分には無理だなと思ったらこれで消えちゃうんですよ。だから様々な例を見せていく必要があるんですよね。もちろん自分の見えてない範囲でこんな人も YouTube の世界にはいますよっていうのを引っ張ってくることも大事ですけども、できればね自分の YouTube 生活の中でこういうふうな結果を出した人がいる、もしくは自分はこういうふうなことをやっていたってものが具体的にあるんだったら、それを繰り返し繰り返し出していくことによって YouTube をやったらこうなるんだよっていうふうな未来のイメージを視聴者さんに植え付ける必要があります。これがポイントの2つ目です。ね、選ばれるために見せていく。
ってことなんですよね。で3つ目、さあじゃあこれが一番大事ですね。自分の強みは何なのかってことが明確になると選ばせるポイントになるんですよ。じゃあ自分の強みは何でしょうか。例えばね、私の YouTube チャンネルはまあいろいろとね、当たってる動画当たってない動画ありますけども、あの現実として10年間やってるっていう経験の大きさがあります。そして2万本以上の動画が上がってるっていう実績があります。そして3つ目、チャンネル登録が1万5000人ぐらいあるっていう、この現実もあるんですよ。じゃあこの3つのポイント、特にチャンネル登録1万5000人っていうことになると、やっぱ YouTube やる人ってチャンネル登録者数を増やしたいわけですよ。チャンネル登録よろしくねっていうのがありますよね。っていうことは、チャンネル登録3000人の人なのか、5000人の人なのか、1万人の人なのか、1万5000人の人なのか、どうせ期待するんだったらチャンネル登録をたくさん獲得してる人ってことになっちゃうんですよね。だからその時にチャンネル登録こそ少ないんだけども、でもここは負けないよってものがあると、これはですね、体験プログラムに問い合わせしてみようかなってことになるわけなんですよ。この辺をたくさん散りばめて見せていくことが、気になるとこシリーズの残された15話の中でどれだけ出していけるかなって、このまあ強みになるんじゃないかなと思いますよね。で今回3点にまとめましたけども、3点目ですよね。選ばせるポイントは何なのかなってところが明確になると、これは視聴者さんが分かりやすく受け止めやすいものになるんじゃないかなと思います。その上でですよ、どんな悩みを解決してくれるのかなってことになります。例えばお金の悩み、健康の悩み、恋愛の悩み、仕事の悩み、その他にもあるかもしれませんけども、主にこの4つを私は想定してます。で私の速稼塾の中には、恋愛の悩みを解決するために40代とか50代で恋愛に立ち向かっていく、そんな人もいます。去年の話だったんですけども、40歳のトラックドライバーの方、年収350万の人がアルバイトに来てくれた事務員の24歳の女性と交際を始めたんですよ。その交際は何で始めたかというと、私の動画を見てるうちに40代でもアプローチの方法によってはもしかしたらきっかけを作って付き合えるかもしれないと、付き合ったら多分結婚の話に進むかもしれないっていうふうに想定して言ってくれたわけなんですよね。まあ、それを朝のライブ放送でずっとね実況してくれたことがありました。でうまくお付き合いできて今1年になると思いますけども、多分ねこの2人はね結婚するんじゃないかなと思いますね。それはね、女性の方もね、私はもう今回付き合うとしたら結婚のこと考えてますと言ってたんですよ。で2人して私の速稼塾のカリキュラムを受けてくれましたね。それは去年のことなんで、多分2人とも年収を上げてね、それで2人で1000万とか目指してると思うんですよ。女性の方が150万、男性の方が350万。これ合わせて500万でしょ。プラスで副業で200万を2人で作りましょうってことをやってたんですよね。まあですんで、達成はこの1年でまだなんですけども、でも600万ちょっと超えてますからね。もうそろそろ行くんじゃないかなと思います。まあ、こういった具体例もあるんですよ。トラックドライバーさん、年収350万。事務員に入ってきたアルバイトのことと、なんとかね、お付き合いが始まってゴールにそうだということでございます。まあ、女性も腹を決めてるし、男性はもちろんこれ最後の勝負だと思ってるし、自分の仕事と人生を変えるために勝負してるみたいですけどね。あ、ちょっと余談になりました。はい、ということで今回のね、気になる男シリーズは最後にトラックドライバーの人が気になったんじゃないかなと思いますけども、こういう人がたくさん生まれてくるのが速稼塾です。まあ、特にこの方は対談したことはないんですけども、まあ、ライブ放送でね、もうあっという間に1年経ちましたけども、なんかね、名前が売れたと言いますか、名前は出してないんですけども、トラックドライバーさんっていうね存在は知れたのかなと思います。まあ、そのうちにまたその方との結婚式対談でもするんじゃないかなと思いますけどね。はい、今私はね、やっぱりこう40代とか50代で頑張ろうと思ってる人、やっぱ応援したいなと思いますよね。で応援する力が私にあると思いますんで、場合によっては伺って、コラボライブみたいなこともできるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあこんなところですかね、今回はね。他人との差をつけるために、その他人というのは誰を想定してるんでしょうかとかね、自分を選んでいただくためにライバルの誰よりも自分は優れたところを持っているんでしょうか、そしてライバルにはできないことを、どんなことができるんだろうかと、で自分のことを選ばせるポイント、強みは何なのかなってことをね、やっぱこう明確に打ち出して数字と期限で表していくと多分響きやすいんじゃないかなと思います。まあ一つの例えとして、月収100万目指しましょうでもいいわけなんですよね。2023年度中に1ヶ月でもいいから月収100万を超える月を12分の1で作っていきましょうみたいなね、ミッションとかね。まあ、YouTube を使いながらということになりますけど、YouTube はね、稼ぐ方法たくさんありますんで、そのどれが一人一人の方に適しているのか、それを見つけていくのも塾長の仕事ですんでね、まあ、お任せいただければと思います。それではいってらっしゃい。